両平両は、新末民発に活躍した経学者。新代の今文学派の長尾を飾る人物の一人。思想が六変したことで有名。六度思想が変化したことにちなんで六役と合した。長のほら、大運を主とし、流出誓うとこういうを持った。弟子に、猛文通がいる。署名は、東帝、字は騎兵、郷は朝日、または、次へ彩。 両大らの思想は、自身も認めるように、六回の変化、六変がある。各々の主張は、第一編の平文金庫、第二編の御事と今そもそも古、第三編の小東大東、第四編の天学人学、第五編の天人大将、第六編の五運六期をもって、死、液を介する者を代表とする。ただし質的変化から捉えるなら、 変化の回数は2回か3回に分けられるとされている。これには2節存在する。まず2区分節は、第1変期から第3変期までと、第4変期から第6変期までの時期に分けるものである。この中、前者は、経学的世界の解明を、後者は、受学思想の実践的適応を図った時期であると、される。これに対して3区分節は、第一の漢大金庫文学を平分する。 次期、第一編期、第二の穴教寺院学の時期、第二編と、第三編期、第三の穴教天学の時期、第四編期ごとに分けるものである。また六編の次元をめぐっては、両大ら自身の戦術になる、四駅間、計学四編期、弟子の手になる、五編期、千、六編期、両平年譜、両大らの息子、宗宅の戦術に指摘がある。 しかし、おのおのの年代の矛盾が指摘されている。また、思想内容の変遷は前時変化するものであるから、明確な時間で区切ることはできないとする学説も存在する。両大らの思想が6変した理由は、諸説あり、実際には不明な点が多い。ただ、理由の一つとして、両大らが、御事と公尊教、公子を尊び継承尊ぶことの関連を保持したまま、 その受学思想を激変する中国社会に適応しようとしたために何度もの自説の改変を余儀なくされたと指摘されている。両平思想の核時期に対する評価は概ね第一辺期の評価が高いのに比べ全時低落し第四辺期以後は低い評価が与えられている。これは第一辺期の平文金庫が館大計画を歴史的に分別し 今文と古文との相違を発見したに止まるのに対して、第二変期以後は徐々に儒学思想の実践的適応へと問題関心が移り、現代的な視点から見ると、高頭無形とも思われる主張を繰り返したからである。なお、第二変期の見事今そもそも古は、後位の進学義教皇、講師会成功と関連があるため、 両平思想そのものの問題とは別に、指揮者の注目を集めた。両平の故郷である四川は、清朝に流行した、交渉学が入らず、長らく総学、朱子学を中心とした科挙のための学問が存在するのみであった。しかし1875年、交渉元年長のホラが四川に赴任し、御子と書院を設立して交渉学を導入したことにより、 初めて視線に交渉学が到来した。幼年時に総学を好んだ両大らであったが、長のラの影響を受けて、訓古学に興味を抱き、同学の高評価を得た。その後、大雲の入選により、訓古学から美古と大義を求める学問に、興味の関心が移り、国領慶伝古義書や、供養十論、供養三十論の一部などの著作を表し、 総合説や王白説の研究を深めた。これらの訓古学や美こと大義の分析は、以後の思想変展の中にあって、常に分析の根底となり、両平の学問を基礎づけるものとなった。第一辺期の学術的成果は、今古学校である。これは、両平の計学の中で最も価値あるものとされている。これは、関大計学を今文と古文とに区別し、 その区別される理由を、冷静の相違と捉えるものである。具体的には、本学ぶ、今文学派は、王政、来期の一辺を根拠として立説されているのに、対、古学、古文学派は、主来を根拠としているとするものである。ただし第、一編期の思想は、冷静をもって、金古文を平文することを求めたもので、今学と古学との尊敵上下を解いたものではない。 今古文化は、おのおのの法ずる教門と、伝文、教の解釈書を用いれば良いとするに止まる。ではなぜに相違が生まれたのかというと、それは今文と古文とでおのおの法事した、講師の説が異なるからであるとされる。まず古文学の法ずる講師の説は、講師壮念の説である。春秋時代の末期に生まれた講師は、落ちぶれた世の中をいかにすれば立て直せるかに、苦心していたが、若い頃の講師は、 まだ、周王室に期待するところがあった。そのため、もっぱら受修、州に従うことを力説し、周王室の再建を期待していた。この時の基本理念を述べたものが、主来である。一方、孔子は、晩年になると、周王室に対して、もはや期待することができなくなった。そのため、自ら理想を語り始めた。これは、元川、 中をよっかはすることとなって現れたがその時ののが王政であるこのように、孔子の学説には、創年と晩年との二区分があり、おのおのその主張には変化があるとされる。しかし、弟子の中には、孔子創年の学説を受けただけで、各地に散らざるを得なかった人々がいた。一方で、孔子晩年に至るまで側に仕えた弟子もいた。この中、 創年の説を受けた弟子は、地方に帰ってからも、孔子創年の説を指示したが、晩年の孔子に接した人々は、孔子晩年の説を指示した。このため、道、孔子の故郷、現在の三東省を中心とする弟子は、孔子晩年の説を、縁などの地方に帰っていた弟子は、孔子創年の説を指示し、孔子没後、互いに反目するようになったというものである。以後、 この争いは、関代にまで流れ込み、今文学派は主に博士となり、古文学派は民間に流行したとされる。この今古文は互いに、愛入れることなく、春別して考えなければならない。しかし両者共に、講師を根本とするため、いずれも等しい価値を持っている。そのため、学者は各々法のずる学問を、独立して学べばよく。 今古文を混合して理解してはならないという点にのみ気をつけばよいということになる。これを明らかにするために作成された今古学校巻紙の二重の表は以後にいくつかの修正を受けつつも基本的に関大金古文両派の説明として継承されることになった。両代らの思想の中最も世常に注目を浴びたのは第二変記である。 この時期の特徴は、第一編記が今古文の平文を解いたに止まるのに、対して一歩進めて、巫女と今そもそも古、え、今文を尊び、古文を抑えるを主張した点にある。この時期の代表作は、古学校、壁流編の改訂版と地政編である。この時期の両代らの考え方によれば、古文はすべて竜の絶像であるから偽物である。 だから経学は今文でなければならないとする。これがいわゆる、巫事今そもそもイニシエである。しかしなぜに、この主張が注目されたかというと、両平の壁流編と古学校が、後位の講子改正校、新学義教校に影響を与えたとされるからである。後位が両平らから影響を受けたか否かという問題は、しばしば当時の学会を賑わした。 両平羅によると、公位は、両平羅の影響を受けて、書物を表したという。しかし、公位は、両平羅からの影響について研究していない。これについて、両慶長、長のホラ、湯、小平林、川鈴髄、高結合、葉突起などは、公位が、両平羅の影響を受けたとみなした。対して、朝二指導や宣言道らは、制作年代の前後、 文章形式や論章方法などの相違を指摘し、両平と行為の関係を否定した。両平研究の現状からすると、両平の壁流編と古学校との成立年代の分析、古学校、地政編、新学技教校、講師会成功の内容分析によって、新学技教校が壁流編の影響を受けたこと、両平と行為との論述内容は、 ほぼ同一主張を持っていることなどが指摘されている。第三編記は、従来の今分古文の区別に変えて、大東証等の区別を設けて、受学思想を理解しようとした。今分古文を区別するものは冷静であり、各々の冷静は、王政と、主来とに記されているというのが、従来の両大らの考えであった。しかし、第三編記の両大らは、王政と、主来は、 両者共に正しく、各々の主張に相違があるのは、目指したものが異なるからであるという考えに至った。つまり今文イコール、王星は、中国統治の方法について明らかにしたものであるが、古文イコール、主来は、世界、ユニバースのことの統治方法を明らかにしようとした、ものであると考えたのである。このため、段階的には今文イコール、王政から、古文イコール、 主来に行き着くとみなされ、結果的に今文に対して古文に一層の価値が与えられることになった。これは昌平林の注目を引いたが、必ずしも高い評価は得られなかった。第四変記は、当時中国に流入されつつあった西欧の天文学をはじめとする科学を取り入れて、従来の儒学思想に組み入れようとしたものである。そのため、従来の冷静の成果を人学、 人間世界の学問とみなし、死教、液教、天学、宇宙の学問とみなすなどの見地を提出した。第5編期はこの拡大解釈である。第6編期は皇帝内教祖門の影響を受け、中医学の研究を発表した時期でもある。これは、両大らが病気に侵された時、治療のために読んだ祖門に宇宙の真理が説かれていたからであるという。 一般に、第四編記以後は、事故の思想を証明するために、儒学の書物以外のもの、物件や、道書など、を多用したため、儒学者からは批判された。両平の著作は膨大な量に上る。そのため、各編記の代表的著作のみ以下に挙げる。両平の著作の多くは、六役間計画総書、六役間総書に収められている。しかし、 国領春重慶伝古義書や地球神議などの主要著作が収められていないほか、草書に漏れた著作は多数存在する。近代以後の編産物には、リアカルセン編、両平学術論著選集、派竹書、社、1989年、同、両平選集、派竹書、社、1998年の外、 中国現代学芸協定の両平、盲文通館があり、今古学校などの主要著書が収められた。両平の著作を最も網羅的に分析したものに、新文号、両平計画思想研究がある。年号の次の括弧は西暦を指す。ハイフォンの後の数字は、該当年の両平の年を指す。主語がない場合は、いずれも両平のこと。 席を指す。また、計画6編の時期は諸説あるが、年譜でのつなぎ年は、両平の資料から最近見した公開国、両平表伝に従った。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。